こんにちはメンズファッションの専門家スタイリストの大山俊です。 2020年もですね気がつけば上半期を終えようとしています今撮影しているのが5月の末なんですけどもまああっという間と言いますか結構時間の流れが早かったかなと思っていますまあ皆さんもご存知の通り今年はかなり印象的な1年になりそうな気がしていますきっとですね未来の教科書にも2020年のこの出来事というのは乗るんじゃないのかなと僕は思うんですねそれぐらい激動の半年だったと思うんですが皆さんはいかがお過ごしでしょうか僕自身もですね 結構ライフスタイルが激変しましたね。今は5月後半なんですが、だいたい僕の仕事というのは4、5、6、この3ヶ月がめちゃくちゃ忙しいんですね。普段ですね、僕はこのように YouTube を撮っていますが、まあメインと仕事をしているのは個人向けのスタイリングのサービスなんですね。お客さんと一緒に様々なショップを回りながら似合うファッションを提案する。こういった仕事をすることが圧倒的に多いんですが、その仕事がですね、ほとんど延期になりました。 通常であれば忙しい時になると週に5、6回のペースでスタイリングを行っているのがそれがですね、ほぼゼロになったんですね。ですので外での仕事がなくなって基本的にはですね、事務所にこもってこのように YouTube を撮ることが多くなったんですね。これはね、もう劇的なライフスタイルの変化なのかなと思っています。僕自身ですね、ちっちゃな会社も運営していますしこれからどのようにですね、社会の変革が起こっていくのかすごくですね、不安な部分もあるし逆にですね、この変化というものをうまく捉えながら今後 この仕事の在り方を変えていきたいなというふうに感じています。まあ、そんな日々の中でもこの上半期で様々なものを買ってきたんですね。まあ、今回の動画ではこの上半期のお買い物の中でベスト3をですね決めて皆さんにお伝えしてみたいなというふうに思っています。 まあ皆さんもそうだと思うんですけど例年の買い物とこの半年間の買い物ってきっと中身が変わってると思うんですねライフスタイルがガラッと変わってしまったので皆さんもですねいつもだったらなかなか買わないものをこの半年に買ったのかなと思っていますそれは僕自身も同じで今回のベスト3というのはちょっといつもと違う要素もあるのかなと思いますのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています はいそれではですねまず三位からお伝えしてみたいと思います持ってきましたはいこちらですね皆さんわかるかなと思うんですが この動画の中でもですね、何度かお伝えしていますユニクロ U のですね、エアリズムのオーバーサイズ T シャツですねこれは今季ユニクロでいろいろ買った中でなんだかんだで一番僕自身が着ているのかなと思いますこれとですねワッフルクルーネック T シャツの長袖結構迷ったんですが、まあ、これから暑い季節が続きますよね6789月と結構半袖で過ごす機会も多いかなと思うので今回はこの T シャツを選びましたこれはですね、僕がユニクロ U 発売した時にレビュー動画っていうのを上げるんですがその中に入れなかったんですね僕の目はね改めて節穴だったなと思ってますなんでこれに気づかなかったと今はすごく後悔してるんですがまあ、様々なブロガーの方とか YouTuber の方がユニクロ U のこの T シャツをお勧めしてるのを見てですね実際に着てみたところまあさすがにいいんですよね まあ僕は感動しましたね。こういった T シャツがなんと1,500円ぐらいで買えてしまう、まあ、すごい時代になったなと改めて思っています。まあ、どういった点がいいのかと言いますとまずはシルエットですね。 タイトなシルエットではなくてゆったりめになっていますとは言ってもめちゃくちゃでかいというわけではなくてほんのりゆとりがあるぐらいなので僕たち大人の世代にも使いやすいのかなと思っています、まあ、タイトな T シャツというのは結構体のラインがしっかりと出てしまうのでスタイルのいい人しか着こなせないんですがこういったゆったりめの T シャツというのは意外とですねどんな体型の人にも似合いやすいです痩せ型の人であれば体の細さというのを隠すことができますしまたぽっちゃり体型の人もお腹周りを隠すことができるのでとで こういったビッグサイズの T シャツというのは僕ら世代には使いやすいのかなと思っていますで、ユニクロ U の T シャツって他にも様々なバリエーションがあるんですがその中でもですねこちらのエアリズムのシリーズっていうのはまず質感がすごくいいんですね すすごく滑らかででツヤ感があるんですよ T シャツってもともとカジュアルなアイテムなのでその中で生地の質感が割とワイルドな感じだとかなりカジュアルな雰囲気が漂うんですねですがこのエアリズムのシリーズはすごく光沢感があって綺麗な質感になっているので T シャツでも少し綺麗な雰囲気が出やすいかなと思っています そしてまあ最大の利点というのは洗濯後にシワになりづらいというところですねこれはですねめちゃくちゃ便利ですね、まあ、T シャツは先ほどもお伝えしたようにカジュアルなアイテムなので洗濯後のシワがあるとよりカジュアルになりすぎてしまうんですねですので僕はお気に入りの T シャツなんかは洗濯後にアイロンをかけたりするんですねそして T シャツがシワのない綺麗な状態で着た方がやっぱり大人の男性には似合いやすいんですよ ただそれは手間がかかるんですよね。その点このエアリズム T シャツは洗濯して干したらもう割とシワがない状態になるんですね。これがね、最大のメリットかなと思います。これから夏ガンガン T シャツを着る際にもですね、シワが出ずに綺麗な状態を保ちながら着るという意味では、このエアリズム T シャツめちゃくちゃいいかなと思っています。僕は3色買いました。こちらのブラックと えー、ホワイトそしてアーメのパープルですねこの3色を買ってそれぞれを楽しんでいますまあブラックを着て全身をこうシャープにまとめるのもかっこいいと思いますし清涼感のある白もいいと思いますしちょっとアクセント的にパープルも楽しむのもいいかなと思うので夏はこれだけで結構回せてしまうのかなと思っていますこのようなややオーバー気味の T シャツというのはユニクロ U 以外にもですね各セレクトショップで展開してるんですねどれもすごくいいとは思うんですがこういったものの金額ってやっぱり やっぱりですね安くても3000円以上とか5000円あたりの価格帯というのが一番多いんですね、まあ、それに比べてユニクロ U は1500円で買えるというところがもう最大のメリットかなと思っていますまだ買ってない方はですねぜひオンラインで見るのもいいかなと思うんですけど結構ですねサイズ切れが起きていますのでできれば店舗で見てみるといいかなと思いますオンラインの場合は YouTuber さんとかブロガーさんがおすすめするので結構サイズ切れが起きてしまうんですが実際の店舗の方だとワイドサイズが残ってたりするので ぜひお店で買い揃えていただければなと思っています。ということで3位はユニクロ U のエアリズム T シャツでした。 はい、続いて第2位をご紹介したいと思います。2位の商品はですね、実際僕が着ているこちらのですね、シャツアウターというアイテムになりますね。これはですね、去年は全く買わなかったアイテムで、今年から僕もトライをするようになったアイテムなんですね。まあ、シャツなんですけども、少し肉厚になっていて、まあ、アウター感覚で軽く羽織れるようなアイテムになっています。これが今年買いまして結構気に入りました。まず一番最初に買ったのは GU のものなんですね。まあ、GU はユニクロに比べると トレンドに沿ったアイテムがすごく多いんですね。ですのでこういったシャツアウターというものいろいろ展開してるんですが、まあ、以前にも動画でレビューをしたかなと思うんですがこれがめちゃくちゃ良かったんですね気に入ってよく着ていたら奥さんに持ってかれたんですね今奥さんがヘビーローテーションで着ているわけですが、まあ、すごくそれが気に入ったわけですねそして GU で買った後に今度はユニクロ U でも同じようなものが発売になったんですね、まあ、今日持ってきましたがこちらですね もうこれもね動画の中でも何度も着てたかなと思うんですがユニクロ U のネイビーのシャツアウターこれも便利でめちゃくちゃ着ましたねネイビーなんですけどもユニクロ U の色の特徴なんですが少しグリーンがかったようなネイビーですごく品があって良かったですねこれをですねアウター側に着たいですとかこの上にさらにステンカラーコートを着たりしながらかなり使いましたユニクロの今季の買い物の中でもベスト3に必ず入るのかなというようなアイテムです そして GU とユニクロというところで少し価格帯を合わせて自分の気持ちですとか感覚を鳴らしておきながらさらにちょっと価格帯を上げたものを買いたいなと思って購入したのが今着ているこちらですねエストネーションのオリジナルのシャツアウターになりますねこれもめちゃくちゃ気に入っていて仕事でガンガン着たかったんですがなかなかですね最近は外仕事がなくなってしまったので着る機会がなくて残念なんですが、まあ、今年の秋口にですねガンガン着てあげたいなと思っています色味はですねオリーブに なっていますね、ネイビーとどちらにしようか迷ったんですけどもこのオリーブの色の感じがすごく気に入ったので僕はこちらを購入しましたオリーブとかカーキという色は結構ミリタリーを連想させる色なので失敗するとやぼったく見えがちなんですねですがこちらのオリーブ色に関してはすごく深めで品のある雰囲気になっているので僕は思わずこちらの方を購入してしまいました僕は普段ネイビーの服を買うことが多いのでこちらのオリーブのシャツアウターに対してネイビー色のですねスラックスを合わせることで全身のバランスを取るように にしていますこのシャツアウターのポイントなんですけど大きめの胸ポケットですねこれが着こなしのアクセントになってすごくですね僕自身気に入っていますね。で大切なのはサイズなんですね。一応 SML の展開だったと思うんですが僕はあえて M サイズを選びました。 ちょっとゆったりとしているのが分かるかなと思います今期はですねいろんなものを買いましたが普段僕は S サイズを選ぶことが多いんですが S を選ぶとどうしてもしっくりこないなって感じることが多かったんですねでワンサイズ上げて M を選んで少しゆったりめにすることで意外としっくりくることが多かったというのは今期かなと思っていますまあビッグシルエットだとか緩めのシルエットというものがだんだん浸透してきて僕の感覚の中にもだいぶ馴染んできたのかなと思いますそうすするとですね少しゆったりめのものもを選んだ方が 気分的にはすごく上がるなというのを今シーズンはすごく感じるようになりましたね皆さんもですね普段のファッションに少し秋を感じていたらワンサイズ上という選択もぜひ試していただきたいなと思っています、まあ、僕が今着ているようなシャツアウター GU なんかでも売っています最近はですね半袖バージョンなんかも置いてあるみたいなので今度そちらも買ってレビューをしてみたいと思っていますぜひ皆さんもチェックをしてみてください はい、続いて、堂々の第1位をご紹介したいと思います。これはですね、ファッションアイテムではないんですよ。以前にも動画でご紹介しましたが、フレキシスポットというブランドの自動昇降機能付きのデスクですね。 これが堂々の1位になりました。まあ先ほどもお伝えしたように僕のライフスタイルというか仕事のスタイルがだいぶ変わったのがこの半年なんですね。普段であれば外に出ていろんなお店を回りながらお客さんと一緒に買い物をしてることが多いんですがこの半年はですね、めちゃくちゃデスクワークの時間が増えたんですね。そうなると体のいろんなところに不調が出てくるんですね。まずは僕はもともと腰痛持ちなので結構腰が痛くなりましたね。そして腰だけではなくてなぜかですね、首が痛くなったり、股関が痛くなったり、 関節が痛くなったり様々なところに故障が出てきたんですねこれは多分ですね運動不足ですとか座る時間が多いからなのかなと思っています で、でこのの生活っってて、どれぐらいい続くのかかかなかなななイメージが湧かないんですよね。今動画を撮っているのが5月後半なんですけども6月からまた一気にですね生活が元に戻るかもしれないし今の状況がまだなんとなく続いていくかもしれないしなかなか想像がつかないんですねいずれにしろデスクワークですとか自宅で仕事をする時間っていうのは皆さんもきっと増えるかなと思うんですねそうなるとやっぱり長時間座ってる時間がおのずと増えると思うんですねですので机の重要性ってこれまで以上に高まってるのかなと僕は思うんですね そこで先日使ったのがボタンを押すことで自動で高さが調節できるデスクなんですねこれはですね実際に使って1ヶ月ぐらい経つんですがめちゃくちゃ良かったですねただ自動で高さを調節できるんですがほとんど立ったまま作業ができる高さで固定してありますね実際立ったままの方が楽ですね こっちへの負担もかからないですし集中力も高まりますしなんか気分的にもですねずっと座ってるとどんどんこう猫背になってきて気持ちもですねあまりテンション上がらないんですが結構気分も高まったりするのでこれはめちゃくちゃいい買い物だったなと思います今後もですね僕のライフスタイルだとか人生を変えるぐらいのめちゃくちゃ大きなインパクトがあったのがこのスタンディングデスクかなと思っています僕自身もですね YouTube の中でレビューされているものを見て買ったわけですが、まあ、かなり人気が出てしまったようで品切れ状態がなくて 長く続いていてますね、まあ、ぜひ皆さんもですねサイトをチェックしていただきたいんですが値段安くはないんですね机の足の部分と天板の部分が別売りになっているのでそれぞれを買い揃えると多分ですね4万円から5万円ぐらいになってしまうのでなかなかハードルが高いかなと思うんですねちょっとそこまで予算かけたくないなという場合は楽天ですとか Amazon で「スタンディングデスク」と検索すると結構さまざまなものが出てきますし1万円から1万5,000円ぐらいで購入することができるのでそういったものを導入してみるの もいいいかなと思ますもしくは普通のデスクの上に置けるような箱型のツールみたいのがあるんですねその箱を置けばその上にノートパソコンを置いて作業するとスタンディングの状態のまま作業ができるんですねそういったものでトライをしてみるのもいいかなと思いますまあそちらもですねリンクを貼っておきますのでチェックしてみてくださいこれからますますですねこのスタンディングデスクというものがトレンドになってきて多くの方が使うようになるのかなと思っています僕も決ししててて早い方でではななかかったですが実際に導入してみてかなり生活は 変わったなと思っていますまあ、生活の中でなるべく座らないようにするこの習慣をですね今後はつけていきたいなというふうに思っています皆さんもですねぜひスタンディングデスクという選択も頭の片隅に置いていただきたいなと思っています はい。ということで、今回は2020年上半期の中で僕が気に入ったアイテムをですね、ご紹介をしてみました。まあ、2位のシャツジャケットというのはちょっと例外ですが、3位のユニクロの T シャツもそうですが、自宅に過ごす時に快適でありながらも、綺麗めに見えるというところで僕は愛用していますし、1位のスタンディングデスクに関しては、仕事の効率を上げるためにですね、購入をしたわけですね。この上位3つの中でも2つがですね、ライフスタイルの変化によって選ばれたものなのかなと思っています。きっと皆さんもですね、全然これまでと買い物の方法が変わってい これからどんどんですね皆さんの価値観だとかライフスタイルというものが変わって物選びの基準というものが変わっていくのかなと思っていますこれは一つのですね良いきっかけだと思うんですね僕も仕事の仕方も変わりましたしライフスタイルも変わりましたこれまで当たり前だと思っていた物選びというものを改めて考え直すというのはすごくいいかなと思っていますこれから2020年の買い物どんなものがベストになるのか僕も今から楽しみなんですが皆さんもですねぜひ半年を振り返り返ながらこの買い物は良かった な,なとかこれはちょっと失敗だったなというのを見直してみると良いかなと思っていますそしてこれからも僕は様々なものを買い物をしながらこの動画で皆さんにレビューをしたいなと思いますのでぜひこれからの動画もお楽しみいただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします